はい、こんにちは。豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。佐藤さん様、くつざわさんサポーターズ様、山ダッシュ様、大きい赤ピッピ様、つくし様、秋葉小路様、ひろやす様、ひろみ様、まさあき様、やむなし様、たまお様、おまめ様、おうまにっき様、たかこ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただいている方も複数いらっしゃいまして、誠に誠に恐縮であります。ありがとうございます。まさあき様、森のふくろう様、みかん様、物品でのご支援ありがとうございました。送り先はですね、動画のあの説明欄のもっと見るっていうのをクリックするとババッと開きますんで、そちらの方ご参照ください。よろしくお願いいたします。抗がん剤投与後2週間の赤血球白血球減少ピークで2日間腹痛で倒れておりました。ご心配おかけいたしました。今日もちょっと腹痛いんで、頭をちゃんとする気力がございませんで、バンダナ巻いてごまかしておりますけれども、2日間あののた打ちもあって寝っぱなしで、今度あの腰が凝り固まっちゃってですね、痛えのなんのっていう感じで今動画を撮っております。 NHK が映らないテレビ、イラネチ系裁判、最高裁が高裁判決を支持し上告棄却で原告敗訴という結果になりました。正しく言うと、まあ、あのイラネチ系2ですね。イラネチ系1は外せんだろっていうことで負けちゃったんですけど、判決の要旨、イラネチ系付きテレビで現状 NHK が映らなくても受信契約しなくていいということではないという、結果に終わってしまいました。ネットの反応です。マジ基地判決、なんだこのクソ判決、マジか。これ裁判長が賄賂もらってんだろ、法律が機能してないな。見たくもないし、実際見ないのに金払わされる。最高裁ですらこれ常軌を逸してるな。そのうちテレビなくても契約とか言い出しそう。人頭税かそれ。NHK が映らないテレビでも NHK に金を払わなきゃいけません。意味がわからん。受信料は税金だからね。 NHK に金払うぐらいならテレビ捨てるわ。スクランブルかければ全部解決なのに、NHK、目と耳があるなら受信料払え。耳悪い人でも受信料取ってますよ、NHK。半額ぐらいにしてますけどね。テレビ捨てろ。なくてもなんの支障もない。マジで。ですね、2018年の冬ですね、私の動画を見てくれて何かとお会いする機会があった掛谷教授、メディア研究会とかでご一緒することなんかも多くてですね、私あの靖国に入り浸ったところ、わざわざ会いに来てくれたりなんかした、掛谷教授、イラネチ系開発者、筑波大学理工学部だっけかな、准教授掛谷先生からご連絡ありまして、家にテレビないんだって、イラネチ系会の原稿をやってくれねって私あの頼まれまして、引き受けたかったんですけど、あの引っ越し控えててダメでした。裁判終わるまで現状維持っていう条件があったんでね、私の部屋にイラネチ系付きのテレビを置いてあって、確かに NHK が映らないっていう条件ね。これあの北海道に持ってったら映っちゃったっていうんでは裁判継続できないんで、まあ、引っ越し控えてて私無理だったんですけど、なんとかですね、私の知り合いに引き受けていただきました。で、まあ、一緒になって原告やってたんですけれども、影谷先生によればですね、敗訴したイラネチ系1からの改良っていうのはですね、外すと壊れるっていうので、なるほど、これは勝てますね、っていうことで、期待してたんですけれどもね、なんかガジガジに固めて、イラネチ系を外すと、チューナーがぶっ壊れるということにしたらしいんですね。イラネチ系1はですね、NHK 技術部がどうにかこうにか外しちゃってね、NHK を見れるようにできちゃって曲げたらしいんですけど、
自信を持っていた掛谷先生も我々も自信持って裁判やってたんですけども、今回の裁判で NHK 技術部がやったことはですね、イラネチ系会はそういうわけで外せないんで、そのままにして NHK の周波数だけ大幅に弱めるイラネチ系を外さずにですね、電波増幅器を別につけてなんとかかんとか NHK が映るようにしちゃったいうことを NHK の技術部がやりました。地裁判断、 NHK がやったような改造は素人には無理っつって原告勝訴だったんですよ。で高裁で逆転されまして、改造すれば映るようになる、契約から逃れられるものではない、 NHK は存続させなければならないみたいなことが判決文に書いてあって、なんだよ、裁判官がそんな政治的判断していいのかって、 NHK は存続させなければならない、それ議員とかが決めることじゃねえのかあったんですけども、最高裁同情という判決が出たというね、原告のコメントなんですけど、NHK におもねった最高裁に非常に失望した、九段のテレビはすぐ処分し NHK と今後一切関わらないと、これの裁判のためと言ってもいいのかなに用意したテレビすぐ捨てちまうわというようなことでね、高池弁護士からもご連絡ありました。担当していただいた高池先生ね、誠に残念です。でメールに最高裁の出した文書が添付されてましたが、上告を棄却するだけ、5人の裁判官がチームで裁いたらしいんですけど、全員一致で高裁支持だそうで、いやはや一人も反対するやついなかったので、どう考えてもですね、政治的なこの判断三権分立してねえな、つくづく思います。改造すれば見れるってね、この論理で言うとスマホのモニターにですねチューナーとアンテナつければ見れんだろ、 NHK 払えよ、今はテレビがなくてもですね買えば見れんだろ払えっていうことにもなりかねませんよね。あと故障しててさ電源も入んねえようなテレビあってもさ、修理すれば見れんだろ払えってなりませんか。なりますよね。 NHK は存続させなければならない、それ考えんの司法じゃなくて選挙で選ばれた政治家でしょうが、司法っていうのはですねあくまで現状を、現在の状態を今ある法律でどう捉えるべきかっていうのを判断するとこで、なんだその改造すればってさ未来の話持ってきるのは、家庭の話されたらさどんな判決でも出せると思わない？思いませんか？なこの人は人を殴ってこういう怪我をさしたが、もうちょっと強くやったら死亡していたかもしれないとか言って殺人未遂とか取られてたらたまったもんでねえよね。未来の話とか家庭の話すべきじゃないんじゃないの、裁判では。それにね電波増幅器なんて一体どこに売ってんだって話ですよね。素人には入手すら困難では、どこ売ってんだか知ってる人いらっしゃいますか。テレビの NHK の周波数を増幅する装置どこに売ってるかご存知の方、この動画見てらっしゃる方の中にいらっしゃいます？ちょっといるとは思えないんだよな。この裁判の増幅器だってですね NHK 技術部がなんか持てる力のすべて、金いくらかかっても構わねえぐらいの勢いでですね一品物ワンオフで特注で作ったかもしれませんよね。したらイラネチ系チューナーにアンテナ部分にイラネチ系ついてるんですけど、別にアンテナつけたってことにならない？これおかしいよな。素人の加工を大きく逸脱してですねプロによる改造って言えなくないですか。これプロによって改造されたものは果たして
元のテレビと一緒と言えるのだろうかっていう疑問がね、テセウスの船じゃないですけれども、そんなような問題もありますよね。明らかにあの地裁のですね、素人には無理っていうのが外れてますよね。だって NHK の技術部がやってんだもん。高裁でこの判決出した裁判官はですね、実はあの定年退職直前でした。すでに定年退職してるでしょ、もう今頃。そういうやつわざわざ選んだのかもしれないですね。掛谷先生とはまだ連絡取れてませんけど、記者会見とかするならばですね、原告代理で私が出ます。まああの配送ですからね、記者会見やっかどうかわかんないですけれども、ちょっと払いたいのも我慢してですね、なんとかかんとかあの出れるように頑張ります。私んとこに原告の話が来た。裏話、こっから裏話なんですけど、掛谷先生、イラニチ K1 裁判はですね、 N 党の立花と組んでやったんですけど敗訴しました。でね、あの影谷先生が言うことには、ダメだよあいつ、裁判終わるたんびにああだのこうだのって動画でペラペラバラして、次の裁判まで NHK に対策されちゃって全然ダメとのことあいつと組んでとかでね、っていうのがつくづく分かったようで、なのであの私もですね、これまでのあの裁判経過はだんまり決め込んでおりました。理不尽な結果にはなりましたけど、掛谷先生の期待には裏切らなかったと自負しております。だんまり決め込んで秘密を守った。後半のたんびに NHK こう言ってる、ああ言ってるとか、こっちはこうやった、とかですね、言わないようにいたしました。まあこうなったらテレビを捨ててですね、番組を一切見ないことで NHK と最高裁に復讐するしかねえな。皆さんにもこれがおすすめであります。消費税上がった時ね、こんなこと書いてる人いたんですよ。こうなったら消費しないで政治家と企業に復讐してやる。その論でいくと、テレビを捨ててワンセグもカーナビも捨てて、まあそっちはグレーゾーンですけどね、まだね。それとあのスクランブル化イコール解体なんですけど、要求をきつくしていくべきと。体調とも相談なんですけど、抗がん剤の治療はですね、実はあの1月末までありまして、2月半ばまで副作用でひっくり返ってる予定なんですね、私。あとはあの3回あの抗がん剤打ってですね、その度あの10日ぐらい寝込む予定なんですけど、腹が痛くてね、情けないって話。体調っていうか、あの抗がん剤治療終わったら、こんな腹痛くて寝込むようなこともなくなるとは思いますんで、スクランブルでもやりましょうね。その時は皆様あのぜひともあのご参集ください。 NHK が弱るのが早いか、スマホから徴収だっていうことに成功されちゃうのが早いか、まあやるかやられるかっていう状態になってますよね今ね。ということで、あのイラニチ K会のあの裁判は残念な結果に終わりましたけれども、諦めませんよ、いう感じであります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。